夏目漱石作それから「翌日は平岡の返事を心待ちに待ち暮らしたその明る日もあてにして終日うちにいた3日4日とたったが平岡からは何の便りもなかったそのうち例月の通り 青山へ金をもらいに行くべき日が来た。大輔の懐中は甚ははだ手薄になった。大輔はこの前父に会った時以後もううちからは補助を受けられないものと覚悟を決めていた。今さら平気な顔をしてのそのそ出かけて行く了見はまるでなかった。なあに。 2ヶ月や3ヶ月は書物か衣類を売り払ってもどうかなると腹の中で高をくくって落ち着いていた事の落ち着き次第ゆっくり職業を探すという分別もあった彼は平然から人のよく口癖にする人間は容易なことで餓死するものじゃないどうにかなってゆくものだという半ことわざの心理を 経験しない前から信じ出した。5日目に暑さを犯して電車へ乗って平岡の車まで出かけて行ってみて平岡は23日出社しないということが分かった大輔は表へ出て薄汚い編集局の窓を見上げながら足を運ぶ前に一応電話で聞き合わすべきはずだったと思った。 だっての手紙は果たして平岡の手に渡ったかどうかそれさえ疑わしくなった大助はわざと新聞社宛てでそれを出したからである帰りに神田へ回って買い付けの古本屋に売り払いたい不要の書物があるから見に来てくれろと頼んだ その晩は水を打つ勇気も失せてぼんやり白い網シャツを着た角野の姿を眺めていた「先生今日はお疲れですか?」と角野がバケツを鳴らしながら言った大助の胸は不安に押されて明らかな返事も出なかった夕飯の時飯の味はほとんどなかった 飲み込むように喉を通して箸を投げた角野を呼んで「君平岡のところへ行ってね千だっての手紙はご覧になりましたかご覧になったらご返事を願います」って返事を聞いてきてくれたまえと頼んだなお余寮を得ぬ恐れがありそうなので千だって ここれこれの手紙を新聞社の方へ出しておいたのだということまで説明して聞かした角野を出した後で大助は縁側に出て椅子に腰をかけた角野の帰った時はランプを吹き消して暗い中にじっとしていた角野は暗がりで「行ってまいりました」と挨拶をした 平岡さんはおいででした手紙はご覧になったそうです明日の朝行くからということですそうかいご苦労様と大輔は答えた実はもっと早く出るんだったがうちに病人ができたんで遅くなったからよろしく言ってくれろと言われました病人と大輔は 思わず問い返した角野は暗い中で「ええー、何でも奥さんが悪いようです」と答えた角野の着ている白地の浴衣だけがぼんやり大輔の目にいった夜の明かりは二人の顔を照らすにはあまり不十分であった大輔はかけている砥イスの肘掛けを両手で握った よほど悪いのかと強く聞いた「どうですかよくわかりませんが何でもそう軽そうでもないようでした」しかし平岡さんが明日おいでになられるくらいなんだから大したことじゃないでしょう大輔は少し安心した「何だい病気は?」 それ聞き落としましたがなあ二人の問答はそれで耐えた角野は暗い廊下を引き返して自分の部屋へ入った静かに聞いているとしばらくしてランプの傘をホヤにぶつける音がした角野は明かりをつけたと見えた大助は世の中になおじっと し,としていた「じっとしていながら胸がワクワクした。握っている肘掛けに手から油が出た。大助はまた手を鳴らして角野を呼び出した。角野のぼんやりした白地がまた廊下のはずれに現れた。まだ暗闇ですなぁ。ランプをつけますか?」と聞いた。 大輔はランプを断ってもう一度道代の病気を尋ねた看護婦の有無やら平岡の様子やら新聞社を休んだのは崔君の病気のためだかどうだかという点に至るまで考えられるだけ問い,い,問い尽くしたけれども角野の答えは必見前と同じことを繰り返すのみであった。 出なければいい加減な当てずっぽうに過ぎなかったそれでも大助には一人で黙っているよりもこらえやすかった寝る前に角野が夜中当館から手紙を一本出してきた大助は暗いうちでそれを受け取ったまま別に見ようともしなかった 角野はクからのようです。明かりを持ってきましょうか?」と促すごとくに注意した大助は初めてランプを書斎に入れさしてその下で上袋の封を切った手紙は梅子から自分に宛てたかなり長いものであったこの間から奥さんのことで。 「あなたもさぞご迷惑なすったろ」「こっちでもお父様はじめ兄さんや私はずいぶん心配をかけました心配をしました」「けれどもその甲斐もなくせんだっておいでの時とうとうお父さんに断然お断りなすったご様子」は「甚はだ残念ながら今では仕方がないと諦めています」 けれどもその説、お父様はもうお前のことは構わないからそのつもりでいろとお怒りなされたよし後で承まりましたその後あなたがおいでにならないのもまた全くそのためじゃなかろうかと思っています霊月のものをあげる日にはどうかとも思いましたが やはりおいいいででにならならので心配していますお父さんは打ち合っておけとおっしゃいます。兄さんは例の通りのんきで困ったらそのうち来るだろう。その時親父によく謝らせるがいい。もし来ないようだったら俺の方から行ってよく意見してやると言っています。けれども 結婚のことは三人とももう断念しているんですからその点ではご迷惑になるようなことはありますまいもっともお父さんはまだ怒っておいでの様子です私の考えでは当分昔の通りになることは難しいと思いますそれを考えるとあなたがいらっしゃらない方がかえってあなたのためにいいかもしれません ただ心配になるのは月々あげるお金のことです。あなたのことだから、そう急に自分でお金を取る気遣いはなかろうと思うと、差し当たりお困りになるのが目の前に見えるようで、お気の毒でたまりません。で、私の取り計らいで礼月分を送ってあげるから、お受け取りの上は。 これで来月まで持ちこたえていらっしゃいそのうちにはお父さんのご機嫌も治るでしょうまた兄さんからもそう言っていただくつもりです私もいいおりがあればお詫びをしてあげますそれまでは今まで通り遠慮していらっしゃる方がようございますまだ後がだいぶあったが 女のことだから大抵は重複に過ぎなかった。大助は中に入っていた小切手を引き抜いて手紙だけをもう一遍よく読み直した上丁寧に元のごとくに巻き収めて無言の感謝を改めて兄嫁にいたした。「梅子より」と書いた字はむしろ節であった。手紙の「体の原文一致なのは かねて大助はランプの前にある封筒をなおつくづくと眺めた古い寿命がまた一か月延びた遅かれ早かれ事故を新たにする必要のある大助には兄嫁の志はありがたいにもせよかえって毒になるばかりであった。 ただ平岡と事とを決する前はパンのために働くことを請けがわぬ心を持っていたから兄嫁の贈り物がこの際糧食として事に彼には尊かったその晩も蚊帳へ入る前にフットランプを消した雨戸は角野が盾に来たから故障も言わずにそのままにしておいた ガラス戸だから戸越しにも空は見えたただ夕べより暗かった曇ったのかと思ってわざわざ縁側まで出て透かすようにして軒を仰ぐと光る者が筋を引いて斜めに空を流れた大助はまたかやをまくって入った寝つかれないのでうちわをはたはた言わせた 家のことはさのみ気にかかからなかった職業もなるがままになれと度胸を据えたただ道夫の病気とその原因とその結果がひどく大介の頭を悩ましたそれから平岡との会見の様子もさまざまに想像してみたそれもひと方ならず彼の脳髄を刺激した 平岡は明日の朝9時頃あんまり暑くならないうちに来るという伝言であった大輔はもとより平岡に向かってどう切り出そうなどと形式的な文句を考える男ではなかった話すことは初めから決まっていて話す順序はその時の模様次第だから決して心配にはならなかったが ただなるべく穏やかに自分の思うことが無効に徹するようにしたかったそれで過度の興奮を忍で一夜の安静を切に恋願ったなるべく熟睡したいと心がけてまぶたを合わせたがあいにく目がさえて夕べよりはかえって寝苦しかったそのうち夏の空がポーとしらみ渡ってきた 大助はたた。まりかねて羽をきた裸足で庭先へ飛び降りて冷たい露をずゆう存分に踏んだそれからまた縁側の砥椅子によって日の出を待っているうちにうとうとした角野が寝ぼけ眼をこすりながら雨戸を開けに出た時大助ははっとしてこのうたたねから冷めた。 世界の反面はもう赤い日に現れていた「大変おはようがすなあ」と角野が驚いていった大助はすぐ風呂場へ行って水を浴びた朝飯は食わずにただ紅茶を一杯飲んだ新聞を見たがほとんど何が書いてあるか分からなかった 読むにしたがって読んだことが群がって消えていったただ時計の針ばかりが気になった平岡が来るまでにはまだ2時間余りあった大介はその間をどうして暮らそうかと思ったじっとしてはいられなかったけれども何をしても手につかなかったせめてこの2時間をぐっと と寝込んで目を開けてみると自分の前に平岡が来ているようにしたかったしまいに何か用事を考え出そうとしたふと机の上に載せてあった梅子の封筒が目についた大助はこれだと思って強いて机の前に座って兄嫁へ写上を書いた なるべく丁寧に書くつもりであったが、上袋へ入れて、宛名までしたためてしまって、時計を眺めると、たった十五分ほどしかたっていなかった。大助は席に着いたまま、安からぬ目を空うに据えて、頭の中で何か探すように見えた。が、急にたった。 平岡が来たらすぐ帰るからって少し待たしておいてくれ」と角野に言いおいて表へ出た強い火が正面から居すくめるような勢いで大助の顔を打った大助は歩きながら絶えず目と眉を動かした牛御面見附を入って飯田町を抜けて 九段坂下へ出て昨日寄った古本屋まで来て昨日不要の本を取りに来てくれとた頼んでおいたが少し都合があって見合わせることにしたからそのつもりでと断った帰りには暑さがあまりひどかったので電車で飯田橋へ回ってそれから揚げ場を筋替いに毘沙門前へ出た。 家の前には車が1台降りていた玄関には靴が揃えてあった大助は角野の注意を待たないで平岡の来ていることを悟った汗を拭いて着物を洗いたての浴衣に改めて座敷へ出た「いやお使いで」と平岡が言った。 やはり洋服を着て蒸されるように扇を使った「どうも暑いところ」と大助もおのずから表立った言葉遣いをしなければならなかった2人はしばらく時効の話をした大助はすぐ道をの様子を聞いてみたかったしかしそれがどういうものか聞きにくかった そのうち通令の挨拶も済んでしまった話は呼び寄せた方から切り出すのが順当であったみちさんは病気だってねうんそれで社の方も23日休ませられたようなわけでつい君のところへ返事を出すのも忘れてしまったそりゃあどうでもかまわないが 道夫さんはそれほど悪いのかい平岡は断然たる答えを一つ言葉でなし得なかったそう急にどうのこうのという心配もないようだが決して軽い方ではないという意味を手短に述べたこの前暑い盛りに神楽坂へ買い物に出たついでに大助のところへ寄ったあくる日の朝 道夫は平岡の社へ出かける世話をしていながら突然夫の襟飾りを持ったままそっとをした平岡も驚いて自分の支度はそのままに道夫を介抱した10分の後道夫は「もう大丈夫だから社へ出てくれ」と言い出した口元には微笑の影さえ見えた横にはなっていたが 心配するほどの様子もないのでもし悪いようだったら医者を呼ぶように必要があったら社へ電話をかけるように言いおいて平岡は出勤したその晩は遅く帰った道夫は心持ちが悪いと言って先へ寝ていたどんな具合かと聞いてもはっきりした返事をしなかった翌日朝起きてみると 道代の色艶が非常に良くなかった平岡はむしろ驚いて医者を迎えた医者は道夫の心臓を診察して眉を潜めた「側倒は貧血のためだ」と言った随分強い神経衰弱にかかっていると注意した平岡はそれから車を休んだ 本人は大丈夫だから出てくれろと頼むように言ったが平岡は聞かなかった看護をしてから二日目の晩に道夫が涙を流してぜひ謝らなければならないことがあるから大助のところへ行ってその訳を聞いてくれろと夫に告げた平岡は初めてそれを聞いた時には本当にしなかった 脳の加減が悪いのだろうと思ってよしよしと気休めを言って慰めていた3日目にも同じ願いが繰り返されたその時平岡はようやく道夫の言葉に一種の意味を認めたすると夕方になって角野が大助から出した手紙の返事を聞きにわざわざ小石川までやってきた 君の用事と道夫の言うことと何か関係があるのかいと平岡は不思議そうに大介を見た。